どうも、カオムーです。新神戸から新幹線と在来線を乗り継いで青森県弘前市にやってきました。7時間以上かかったわけですが、昨夜は念願だった弘前ねぷた祭りを見ることができて、関西からはるばるやってきた甲斐がありましたね。ねぷた祭りの時期ということもあるからか、普通のホテルはどこも満室だったり、高額な料金が設定されていたため、今回はカプセルホテルに泊まりました。今日は朝から弘前市内を観光し、午後は青森市へ移動して花火大会を見る予定です。今日も楽しみな一日。朝食はホテル近くのミニストップでリンゴのデニッシュと、蒸し暑いので麦茶を買いました。気温は意外と関西とそこまで変わらない印象ですね。弘前といえば桜祭りで有名な弘前城のイメージですが、周辺には他にも観光スポットがいくつかありました。まずはこちら、青森銀行記念館です。青森銀行の前身であった旧第59銀行本店本館だった建物で、1904年に建てられ、今年で築120年という歴史的建造物です。国の重要文化財にも指定されているという青森銀行記念館、個人的にこういう古い建物をまじまじと見るのが好きで、このチャンネルでもこのような歴史ある建物をたびたびご紹介していますが、弘前には洋館巡りができるほどこういったものが点在しているということで、いくつか見て回ることにしました。明治天皇御臨講のところ、明治14年には明治天皇もおいでになったところのようです。後ろの建物は裁判所ですね。裁判所前から道路を挟んで見えるのが弘前公園、弘前城があるところです。周辺は観光スポットが集まるエリア、弘前市立観光館というのもありました。中は観光案内を兼ねたいろんな展示やお土産が売っていたりしましたね。そしてこちらが弘前市のゆるキャラ、高丸くんです。弘前城の大手門前に立っているのは弘前市役所、近くには税務署や図書館もあり、やっぱりお城の周りは公共の建物が集まっていますね。この立派な図書館は比較的新しいようですが、その奥を見てみると赤い屋根が特徴的な、あれも洋風建築の建物があり、これが旧図書館として機能していたようです。1906年、明治39年に完成した旧弘前市立図書館。さらにその向こうにあるのが、1903年に完成した旧東奥義塾外人教師館です。外国から招いた外国人宣教師の宿舎として建設されたものだそうです。この辺り100年を超える歴史的建造物が集中しているので、観光するにはとても回りやすくていいですね。そもそもなぜ弘前に歴史的な洋館が多いのかというと、明治に入った頃に学徒弘前を目指して英語教育にも力を入れようと外国人宣教師を多く招き入れ、また堀江佐吉という洋館建築を得意とする建築家がいたことから、明治以降次々と洋館が建てられていったそうです。ミニチュア建造物案内図、旧東奥義塾外人教師館前には明治から大正にかけて実在した建造物14棟が10分の1の大きさで再現されていました。すでに取り壊された建物もミニチュアで再現されているので、つまりこの場所に来たら、かつての歴史的建造物も含めて、弘前にはこういう建物があって、こういう歴史を歩んできたんだという、なんとなくですがそういったことに触れることができるというわけです。私の地元神戸にも北の偉人館街という歴史的な西洋建築が集まるエリアがあり、非常に馴染みがあるということで、ちょっと弘前に親近感が湧きましたね。それではいよいよ道路を渡ってすぐのところ、弘前公園を散策することに。ここからはまた重要文化財を数多く見ることができました。こちらの大手門も弘前城が築城された1610年に建てられたものだそうで、とても貴重な文化財です。またこれも調べてみて初めて分かったことなんですが、もともと今の青森県は当初弘前県として成立し、城下町のここ弘前市が県庁所在地だったそうです。しかし弘前県成立後1ヶ月も経たずして、現在の青森市にあたるところに県庁が移転。理由は青森の方が地理的に県の中央に位置し、北海道に渡る港があったからだそうで、この県庁移転は弘前の運命をだいぶ変えたと思われます。今も県庁所在地であれば、おそらく弘前県最大都市として東北新幹線の駅もできていたのではないでしょうか。8年前にも見に来ましたが、春には見事な桜の名所となります。あれはぜひまた生で見てみたいですね。ゴミ収集のトラックがやすやすと渡っていきました。
この丈夫な橋は杉の大橋。もともとは敵の侵入を防ぐために、戦になったらあえて壊せるよう燃えやすい杉で作られていたようですが、2010年に架け替えられたようですね。ここも桜の時期は撮影ポイントとして賑わう場所になりそうです。杉の大橋を渡ると、これも1610年からある南内門。二の丸の見どころはこちらの大しだれで、2011年に大雪で根元から折れてしまったそうですが、なんとそこから立て直して、今も春になると桜を咲かせるようになったとのことで、前回来た時は気づかずに素通りしてしまいましたが、次はこの復活のエピソードを把握した上で見てみたいと思います。園内にはソメイヨシノも数多くありますが、他にもいろんな品種の桜があったのを覚えています。弘前公園ならではの、他ではなかなか見られない光景でした。ついに天守閣が見えてきました。入場料は520円。名木と呼ばれる木もいくつかあって、木の前で写真撮影されている方が多かったですね。天守閣としだれ桜、桜の時期はここからのシーンがベストショットではないでしょうか。弘前市のマークは功徳円満を意味する万字になっていて、縁起がいいですね。展望台があったので登ってみると、こんな感じで、これは最初レプリカかなと思ったんですが、もちろん本物で、日本全国にある天守閣のうち江戸時代以前から現存する12天守の一つであり、東北に限るとこちらが唯一のものだそうです。ちなみに初代天守閣は1611年頃に完成したようですが、その後落雷により焼失してしまい、約200年後の1810年に建てられたのが今見ているこの天守閣。中にも入ってみました。晴れていたら岩木山が立派に見えるそうですが、残念ながら曇っていてよく見えませんでした。これも知らなかったんですが、弘前城は現在ビッグプロジェクトの真っ最中で、こちらがその現場なんですが、さっき見た天守閣、実は今立っている場所は仮の敷地で、2007年まではここに立っていたようです。石垣が外側に膨らみ倒壊の恐れがあったため、なんと天守閣ごと場所を移動する大工事が行われたという。約400トンにもなる重さの天守閣を解体することなく、3ヶ月かけてじわりじわりと移動し、石垣や基礎部分の耐震補強工事をやった後、来年2025年にまたゆっくり元の場所に移動させるそうで、ある意味今の状態もかなり貴重と言えそうです。天守引き戻し、完全体となった弘前城がまた楽しみです。工事展望台というのもありました。歴史に残るすごい工事であることが伝わってくるようです。さっきは何気なく通り過ぎた石垣工事ですが、このプロジェクトを知るとまた見方が変わってきますね。数々の歴史あるものが集まる弘前、今度は弘前公園最長寿のソメイヨシノです。1882年に寄贈されたもので、樹齢143年になるという、これもまた立派な桜が見たいですね。重要文化財の二の丸東門を通り、次の見どころは弘前城唯一の石橋、東内門外橋です。これは橋からの景色が素晴らしかったですね。重要文化財三の丸東門を出て散策終了。広すぎず散策にはちょうどいい感じでした。冒頭でも言いましたが、弘前は明治以降に外国人宣教師が多く居住していたので、教会もたくさんあるようです。弘前カトリック教会教会堂、新しそうですが1910年建築の、これも歴史的建造物です。弘前に来ることを来光って言うんですね。
歩いているとまた見えてきたのは弘前市立百石町展示館といって、1883年に建てられた市内最古の洋風建築だそうです。最初は呉服店として、その後銀行の支店に使われた後、現在はいろんな展示を行う施設になっているようですね。駅近くまで歩いてきました。市場があったので入ってみると、ご当地うどんでしょうか、津軽うどんのお店があったのでそこで昼食をとりました。麺がしっかりともちもちしていて美味しかったですね。市場の目の前にはバスターミナルがありました。青森空港行きのバスはここから出てるんですね。それではこれから電車に乗って今度は青森市内へ。弘前の観光スポット、コンパクトにまとまっていてかつ見応えあり、新たに知ったことも多くいい体験になりました。個人的に憧れのリゾート白神、いつか乗ってみたいですね。ホーム上にも弘前の観光名所が並んでいました。こういう観光アピール、地元神戸ではなかなか見られないので、ぜひやってほしいところです。ご視聴いただきありがとうございました。